きます。うん、うまい。辛い、ピリ辛、うまい。うまっ。うん、うまいよ。ああ、すいません、お待たせいたしました。これが今日求めたのがこのラーメンだ。はい、どうぞ。はい、失礼しました。ごゆっくりどうぞ。はい、ということで今回ご褒美したのは水沢にあるね、喜多方ラーメン万内さん。ここね、よく来るんですよ、あの競馬場の帰りとかね。はい、よく来るんですよ。何がうまいかって、ここの喜多方ラーメンの麺ですよね。平打ちの太麺っていうんですか、あれがね、俺大好きなんですよね。はい、平打ちのあの太麺めちゃめちゃうまいですよね。皆さんわかります？平打ちの太麺、これがねマジうまいですよ。俺好きなんですよ。はい、とね、スープはさっぱりした感じのね、だから醤油ラーメンいつも食べてるんですよ、あのチャーシュー麺にして。であとライス頼んで、まあ、ちょうどいいんですよ、あのチャーシューもね、トロトロのね。この万内さんのチャーシューもまたこれがね、ご飯に米に合う、うまいんですよ。はい、で今回はね、青唐辛子のね、青唐ネギ塩ラーメンっていうのはね、おすすめで来てたんで、はい、ぜひピリ辛好きならば食べてくださいと、はい、言われて、はい、食べました。はい、私これ大好きです。はい、スープはね、塩さっぱりまではいかないですけどね、はい、ちょっと濃いめの塩、しっかりした塩って言った方がいいかな、うん、しっかりした塩味がついててね。あとラー油、うん、ラー油なのかごま油なのか、多分俺はごま油だと思うけど、特製のラー油だと思います。はい、このお店独自のラー油だと思います。はい、の香りがねほのかにする、はい、スープでした。これまたうまいですよ、このね太平打ち麺、合います、絡みます、めちゃめちゃうまかったです。そして今日はなんとラッキーだったのか、なんでこんな行列できてんのかなと思って、行列できてっかなと思ったらみんなチラシ持ってました。はい、餃子一皿100円です。はい、普段380円だがするのが一皿100円です。お一人様2枚までということでね、多分みんな来たんですかね、わからないですけどね、こう注文聞いてると餃子10皿とかね、餃子5皿とかね、すごくね、みんな餃子を頼んでました。はい、私は一皿でお腹いっぱいでした。ということで今回万内さんとね、あの喜多方ラーメン美味しいですよね。はい、私喜多方ラーメンめちゃめちゃ好きです。田中学なんだろ、桜野にね、あの来る喜多方ラーメン大好きなんで、このね、もう麺がねもちもちしてね、何がうまいって、まず麺がうまいですね。そしてこのさっぱりしたスープ、はい、さっぱりとしてしっかり味のついたスープ、もう最高に美味しかったです。はい、今日はねお腹が空きすぎて、はい、たかがこれぐらいで、私見てください、お腹いっぱいの顔してます。はい、満腹でした、本当に今日は満腹でした。はい、なかなかね最近年のせいか食べれなくなってきましたね。はい、まあ今糖尿病のね薬でね、はい、食べれない薬を飲んでるんでね、はい、それ飲んでも痩せません。あの満腹中枢をね刺激するって言って、おなすぐお腹いっぱいになって薬を飲まされてるんですけど、全然痩せません。なので来月あたりまた薬を変えてもらうようにします。どっちかって言ったらね、おしっこ出た方がね、水分で太ってると思うんでね、やっぱりほら飲み屋商売なんでお酒も飲みますし、はい、水分結構取るんで、はい、水分取りだと思うんで、
どっちがあったら言ったらば、はい、おしっこの薬に変えた方がいいのかなと思います、ね。はい、来月は主治医に相談してみたいと思います。はい、全く痩せません。はい、ということでダイエットも頑張りますんで、はい、今日もね最後までご視聴ありがとうございました。はい、見てください、ぴょん吉となす兄さん、はい、満腹の顔してますね。はい、満腹でもねこのスープがね飲みたくなるわけですよ。はい、ごちそうさまでした。はい、ご視聴ありがとうございました。美味しかったですね、喜多方ラーメン番内さん。はい、私大好きです。はい、競馬の帰りによく行きます。はい、って感じで今日紹介したのは奥州市水沢区にある喜多方ラーメン番内さん、4号線沿いにあるのかな。はい、美味しかったんで皆さんもねぜひ行ってみてください。おすすめしますんで、はい、美味しそうだと思ったらば高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。そろそろラーメン屋さんがなくなってきたんで、おすすめのラーメン屋さんありましたらコメントよろしくお願いします。はい。